見てくださいじゃじゃーんスパイファミリーマンさあ一発目何が当たるでしょうかじゃじゃーんやったー どうも、ドローン芸人タリバラさんでございます。はい。えー、本日はですね、開封レビューということで、えー、久しぶりですね、お部屋で。ちょっとこれ、買いました。何を買ったかと言いますと、まあ今日発売なんで、ちょっとね、僕はこれをね、なんと、発売が今日ということで、ちゃんと、あのー、ネットでですね、買って今日届くように、注文しました。さあ、果たして、何でしょう じゃーん、じゃーん、じゃーん。気がしたよ。気がした。<laughs> 見てください。じゃじゃーんスパイファミリーマンということで、僕は箱入りで、えー、大人買いをしてしまいました。やっぱね、スパイファミリーマン、えー、人気ですから。 えー、僕はね、もう真っ先にこれはね、注文しとかないと、もう買えないな、ということで。まあ、コンビニも行ったらね、もう売り切れてたりするんですけど、僕はもう前もって、もう、あれだね、年またぐ前ですね。本当に、あの、去年、12月の末ぐらいに注文して、えー、もう、発売日に届くようにということで、買いましたやったね。見てください。これですよ、これ。 ちょっとまずこのね外観をちょっと見ながらねはいはいこんな感じになってますまさにねビックリマン世代の僕というかまあ僕もちょっとビックリマンよりちょっとちょっと後世代なんですけどあのー、買いまして買ってましてねいろいろ集めてましたんでやっぱこのビックリマンの絵のタッチがねまたいいということで好きなんですよはいはい表はねアーニャとねホージャーえー茨姫 ボンドがいいますすはい、そうですね夜さんとねであとはこちら、ね、横もこんな感じになってますはい後ろこんな感じですねいやもうもう「もうスパイファミリー大好きですよ僕ねそう唯一ね最近コミックあのー、持ってるんですよ唯一コミック持ってますからはいそこでこれね今日は開封していきたいと思いますけれども いや、この開封する瞬間とね、あとこの大人買いしたこの30個入り、これどんなシールが出るかっていうのをね、これからちょっとやってみたいと思います。で、いきます。開けますよ。ほぼほぼもうね、ノーカットでいくよ、もう今日は。さあ、いきます。じゃんじゃーんうわーすげー夢これ子供だったらもう最高だよね。 ちょっとこれあれかな売り場の、売り場の感じにしておこうかな。でもこれもったいないかなでももう切っちゃってるからね。もうね。ここも本当は切って外してるんだけど、ちょっと売り場の感じにして。よし。売り場の感じにして、これ買って、開けてこうかな。 ね。いや、いいよね。スパイファミリーマン。よいしょ。よいしょ。さあ、これで、こういう感じで売られてた、売られてるわけですよね。こんな感じになってます。わー。<laughs> いいね。で、24種類。だから今、ね、今で僕三十30種類あるんだけど、 30種類じゃない ?30 個ある。ね。30個あるんだけど。まあ、この中で24個。え、エンボスメタルシール入りだって。えじゃ、まずはこれを開けまして。これなんかカラーリングが、この紫とオレンジの2種類か。ね。はい。パッケージングの顔がですね、こちらとこれでございます。はい。そうですね。やっぱね。 スパイファミニーマンだけあって、このファミニーが全員乗っかっているという感じですね。はい。そこで、ここでですね、僕は、これから開封していきたいと思うんです、全部ね。はい。どうしようかな。これパッケージング、ちょっと横から切るのもね、 この、本当にやる <laughs> さあ、全種類、これから、開げていきたいと思いますけれども、まずは、どうしようかな。なんかね、キラが入ってそうなところっていうのを、僕はちょっとね、定めていきます。えっ、ー、とね、なんかね、前から4列目とか、なんかね、そんな感じのイメージなんですけどね。 じゃあちょっと僕この前から4列目いきますじゃんこれですはいもうこの間にちょっとつぶやいちゃおうかな <laughs> はいね呟つぶやいておきますゲットとねつぶやいておきますジャープスパイファミリーマンチョコ はい。ね、ゲットしましたよ。つぶやきました。<laughs> はい。ってことで、開けていきましょう。僕はじゃあこの4列目。ここのね、皆さん。4列目の、1、2、3、4列目、ここ。じゃんこれからいきましょう。これどうしようかな。こっから切っていくのか。ちょっともったいないから、ちょっとこのままこう切っていくか。 あ、どうしよう。このまま切っちゃおうか。よいしょ。あ。やべえ。これ、ちょっと袋大切に開けてもよかったけど、いっか。よいしょ。さあ、一発目。何が当たるでしょうか。じゃじゃーんやったーあーにゃ放射じでございます。あーにゃ放射じゲット。 いいねナンバー19ということで。あ、素晴らしい。ちょっとね。はい、アーニャ麹ー,ーゲットでございます。こんな感じ。やったね。アーニャちゃん出てましたよ。僕も大好きなアーニャちゃんが。ちょっと早速、ちょっと、か食べていきましょう。ちょっとね。一個ずつ食べていく、一 <laughs> 個ずつ食べるわけにはいかないけど。 せっかくだからうんやっぱいいねやっぱりああめっちゃうまいんだよねこのウエハースとこのチョコとにたまにこのピーナッツが入ってる感じがねうまいんですよこれがこれでも昔よりすごいでかくなったよねでしかもさこれ1個さ

いや俺一日一個ずつ開げていこうかな。うん。たまいは。開けてさ、全部置いとけないもんね。なんか、昔の、あの、子供の頃のように、なんか、開けっぱなしで、置いとくわけにはいかないんで。 一個食べたら、一個、開けてくという感じで。いや、さすがにね、どうしようかな。うん。何気にあのショ、あの、ショートでもいいから、開けてきますよ。うん。どうしよう。たまにね、 大人になって開けっぱなしにするっていうのはちょっとねいや気が引けるなので食べられる分だけ食べてにしましょうはいなので、えー、食べ終わったらちょっとねカードとこのシールの解説をちょっとして、えー、今回は終了でございますなのでショート動画であげてきますあのー、1日食べてあのー、シールをあげるという感じで なので、えー、皆さん楽しみくださいということで OK ですうんこのプロも最終的な2つは綺麗に開けて取っときますはいてな感じで、えー、美味しくいただきました こちらでございまーす。いいね、シールがね。スパイファミリーマンシールということで、アーニャ・ホージャー、とある組織の実験で偶然生み出された他人の心を読める超能力者、孤児院にいたところ、ロイドに引き取られたというね、キャラクターでございます。可愛い,いですよね、アーニャね。僕、すごい好きなんですよ。<laughs> なので、ちょっと一発目。 アーニほうじゃが当たってとても、えー、運がいいということで2024年はね良かったです。<laughs> はい一発目ということでこちらの「アーニャホほジャ当たりました <laughs> ってことで、えー、ちょっとですね一日ごとに、えー、食べては開けていこうかなというところで皆さんお楽しみください。 はいまあ、ちょっとそんな楽しみができましたえなんかもう本当にお店に置いてある感覚でちょっとね取って開けて食べてシールを見るという感じでお送りしていきたいと思いますはい今回はこちらスパイファミリーマンゲットしましまたでは、えー、カートの中身は1日ごとにお楽しみくださいバイバイありがとうございました